こんにちは、あやはれです。今日は冬に食べたくなる卵と豆腐を使った朝食レシピを平日5日分紹介します。まずは最も簡単で洗い物が少ないレシピ。材料や作り方は概要欄にすべて載せています。器に水 50ml、 顆粒和風だし小さじ 1/2、 醤油小さじ1、みりん小さじ1、甜菜糖小さじ 1/2、 軽く混ぜ合わせます。豆腐はスプーンで一口サイズにすくって器に入れます。卵2個を溶きます。器に流し入れます。そのままレンジで4分加熱します。優しく混ぜたらお好みで刻みネギをのせて完成です。卵2個と豆腐 150g でタンパク質 20g 摂れるレシピです。高タンパクな朝食は1日の摂取カロリーを抑えると言われており、春夏はプロテインで手軽に摂れていたけれど、寒い冬の朝はなかなか冷たいプロテインを飲むのが辛いので、この時期は手軽にタンパク質が摂れる豆腐と卵が大活躍してくれます。電気ケトルで水 150ml を沸かします。豆腐はスプーンで一口サイズにすくって入れて、レンジ 600W で1分半加熱。別の器に卵2個、鶏ガラスープの素小さじ1、醤油小さじ 1/2、 よく混ぜ合わせます。豆腐の入った器に熱湯 150ml を注ぎます。すぐに卵を流し入れて再度レンジで1分加熱。胡椒少々、ごま油小さじ1、お好みで韓国海苔、白いりごまをのせたら完成です。小さいフライパンに水 100ml、 顆粒和風だし小さじ 1/2、 醤油小さじ2、みりん小さじ2、甜菜糖小さじ1、軽く混ぜ合わせます。中火にかけて豆腐をスプーンで一口サイズにすくって入れます。沸騰するまで1分ほど待ちます。だしが沸いたら卵を2個割り入れます。卵にそっとだしをかけながら加熱していきます。好きな硬さになったら火を止めてください。お好みで刻みネギをのせたら完成です。ボウルに卵を2個、豆腐、塩コショウ少々、よく混ぜ合わせます。フライパンに薄く油をひいて中火で加熱。卵液を注ぎます。チーズがある人は真ん中に乗せてください。硬くなってきたら少しずつ形を整えます。生地が滑るようになったら火を止めます。キッチンペーパーで豆腐を包んでレンジ600ワットで1分加熱します。卵2つを割って溶きます。フライパンにごま油小さじ1、中火で豆腐を加熱します。軽く崩しながら表面を焼いていきます。卵を流し入れます。豆腐と卵を一緒に炒めます。鶏ガラスープの素小さじ1/2、オイスターソース小さじ1。あれば刻みネギを適量加えて胡椒少々。醤油小さじ1/2はフライパンでちょっと焦がしてから炒めるのがおすすめ。さっと混ぜ合わせたら完成です。実は先日 TBS テレビの朝の情報番組「ザ・タイム」の街行く方に好きなインフルエンサーを聞くという企画で、なんとあやはれダイエットを紹介していただきました。放送の数日前に TBS の方から紹介していいですかというご連絡をいただいていたのですが、生放送なので実際に放送されるかは当日までわからないということで、放送されたらありがたいなぐらいの気持ちで待っていました。放送当日にコメントで、今日朝テレビであやはれさんが紹介されていましたよと教えてくださった方がいて、朝からとても幸せな気持ちになりました。これもすべて動画を見てくださる皆さんのおかげで、本当にいつもご視聴、温かいコメントありがとうございます。これからもコツコツと時短簡単なダイエットレシピをアップして、一人でも見てくださる方がいる限りは頑張っていきたいなと思っています。ただ、そんな嬉しいことがあった反面、今日インスタグラムの DM を確認すると、視聴者さんから私の動画の一部を無断で利用して投稿された動画を教えていただきました。該当の動画を確認してみたら 100% 断定はできないですが、ほぼほぼこれは私だなという感じでした。1年前ぐらいにもダイエットサプリの宣伝に私の写真が使われたという報告をいただいたこともあり、インターネット上にアップしている以上、ある程度は仕方ないかなと思う反面、とても悲しい気持ちになりました。もし今後 YouTube、Instagram の投稿以外で私を見つけた場合は、無断で利用されているものであり、そこで何か商品を宣伝していたりしていたとしても私の投稿ではないのでご注意ください。最後、少し暗い話になってしまいましたが、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。